クボさん、おはようございます。まあ、電気の高度で稼ぐって概念はまあ、ないでしょうね。多くの人は。まあ、今回は何ですかね、あのー、爆発が全てにしましょうか。爆発が。爆発が全てと。まあ、よくね、あの情報発信できない人は、確実に質を求めるんですね。質を。これじゃあ、他の動画より劣っているとかね。これじゃダメだ、みたいな。で、結局、爆発が、 てか数がないんですよまあ結局やめていくので数は増えることはないんですけどこれはねまあ原理原則だと僕は思っていてんこの前僕あの昨日か昨日あのしリリースしたんですけど「新世界を生き抜く51の言葉」みたいなやつをリリースしたんですねでそこにも書いてあるんですけどちょっとね「カップラーメンを食べる時ってどうします?」 多分小学生でもカップラーメンの食べ方って多分わかると思うんですよ。さすがに大人になってカップラーメンの食べ方がわからないっていう人いないと思うんですよねで。カップラーメンってお湯入れるだけじゃないですか。お湯入れて、まあ1分なのか3分なのか5分なのか待つだけですよね。だけど、カップラーメンに水を注いだら食えますかお湯を注いで待ったら食えますけど、水を注いだら食べられます 多分、食べられないことはないけど、まあ、うまくないですよね。でも、同じ水なんですよね。温かいなのか、冷たいなのか、ただそれだけの違いで、あの、注いでる水自体は変わらない。変わるものがあるとするならば、温度差だけなんですよ。何かっていうと、お湯を入れたら美味しくカップラーメンは食べられるけど、水を入れたらまず、まずいと。っていう、なんかその、原理原則ですよ。ね <laughs>。ここをひね、これを、 変えることって難しくないですかこの原理原則を。変えることができるとするならば、水を入れたカップラーメンをうまいんだと思い込んで食えるかどうかですね <laughs>。でも、それは嘘であると僕は思うんですね <laughs>。水の水の冷たいカップラーメンってどうですかねただこれ面白くて、そうめんはね、そうめんという概念は冷たい方が美味しいんですよね。まあいいや <laughs>。 まあ、とりあえず、あのー、質を上げるためには、量をやるしかない。練習なくして試合には勝てない。オリンピック今年やるとは思う、やるのかなじゃあオリンピック選手で練習してない人います絶対練習してますやん。<laughs> これが全ての原理原則じゃないですか。うん。質を高めたいんだったら、量をやらないと、質なんか高まんないよと。 これ、これ、この原理原則を外れることはできないと僕は思うんですね。その人間であるならば。ロボットじゃないので。生まれた瞬間、難民法蓮劇を言え,えた赤ちゃんがいるとするならば、それはちょっと原理原則から外れてると思いますけど、生まれた瞬間僕たちはおげ屋しか言えないんですよ。大和とくんもおげ屋しか言えなかったはずです。ただし、あの、時間とともに、いろんな言葉をこう聞いてね、 でしゃしゃべろうとして今なんかバブーなりバ,バブーではないですかな,なんかなんか喋ってると思うんですよ今はね <laughs> 生まれた瞬間ヤマト君がね俺ヤマトだぜみたいなねヤマトおうおやじみたいなね親父みたいな生まれてきたらそれはちょっとねすごいですねそれはない <laughs> 言葉を覚えるにしても量じゃないですか圧倒的な親から語りかけられるその量が多いからですよね 言語これね、同じ、面白いんですけど、同じ日本人、ち DNA、まあ、地がね、日本人だったとしても、海外、アメリカで生まれて、アメリカの言語に大量に触れてたら、ネイティブな英語を喋れるわけですよ。別に英語習ってなくても英語喋れるんですよ。すごいことないですかこれ。<laughs> それなんでかっていうと、英語を圧倒的に聞いたからじゃないですか。うん。だから聞いてない言語を覚えられます じゃあ一回聞いた言語をネイティブで100%で喋れますかそれって、まあいないですよ。いたとしたら天才ですね。無理です。<laughs> 無理。なんかな、なんか、マサイ族の言葉をいきなり覚えられますかマサイ族の言葉って何なんですかねエジプト、エジプト語を喋れます喋れないな <laughs>。でもそれは、あの、多分ね、100万回ぐらい聞けば、多分喋れるようになるんじゃないですかうん。なんかその、 量をこなすしか僕たちには道はないと思うんですね。量をこなすしか僕たちには道はないと。それ以外の道はないと。でも多くの人はワープしたいと思ってるし、ネットインターネットはそういうなんか魔法があるんじゃないかなと思ってる人が多いんですけど、ヒカキンさんのね、ちょっと動画見てほしいんですけど、24時間密着みたいな動画何本かあるんですけど、ずっと編集してますよ。<laughs> 撮影か編集か打ち合わせ。 撮影か編集か打ち合わせがもうこの24時間の間で、睡眠時間4時間ぐらいで、ずっと未だにやってるみたいなね <laughs>。だから、ヒカキンさんがは、やっぱね、すごいですね。もうリスペクトしてるんですけど、めちゃやってますよ。未だにやってますからね。だってもう、ぶっちゃけやらなくても、まあまあ貯金ありますよ。推定100億ぐらいあるんじゃないかな、みたいな <laughs>。だって今ね、1億円も余裕で寄付できるんですよ。 一億円余裕で寄付できる男ってまあまあいなくないですかで、一億円寄付してても叩かれるっていうね。<laughs> お前一億円寄付できるのかっていう話で <laughs>。なんかすごいですよねうん。まあそんな感じで、まああの、原理原則っていうのはあります。それは。しょうがない。うん。だからまあ,あ,あ、量をやるしか僕たちには道がないんじゃないですかね。うん。それ以外はないと。 僕は思っていますあなたはどう思いますか信じるか信じないかはあなた次第言ってらっしゃい